はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。3時をちょいと回りました。11月は4日のですね、月曜日でございまして、こんなん見つけてしまったんですよ。これは11月3日かな。これでも2024年2月6日に掲載した記事を再掲載ですけど、なぜ日本人を惨殺、通商事件の裏に共産主義者の暗躍というタイトルの記事があって、これね、晴れません。晴れませんからね、代わりにね、毎日新聞にですね、これは2022年11月14日に、憎しみの連鎖は立てるのか、日本人虐殺通襲事件をどう見るというですね、まあこれはまあまだ毎日新聞なんで大丈夫かなという感じはしますけどもですね、通襲事件というのは1937年の7月に起こった事件でですね、その3週間前には盧溝橋事件が起こっていました。でこのですね、盧溝橋事件もですね、この通商事件も実はですね、その陰に、中国共産党がいたんちゃうかというですね、あの説がありましてですね、あの当時の共産党は弱くてですね、あの延安に追い込まれていたんですね。で国民党、今の台湾に逃げた人たちが、その頃はほぼですね、中国の半分ぐらいを支配していたのかな。その共産党を目の敵にしていたんですけどもですね、その、まあ、とりあえず日本が来てるから日本やっつけなあかんやんつって国境合作というのを結ぶんですけども、その結んだ直後ぐらい長短かなと思うんですけど、まあそれで、要はですね、通州という北京の郊外です、通るというですね、あの内々通りの通りというですね、に州ですね、通商事件と起こって、そこでまあ大体日本人が120、30人、当時日本人と名乗っていた朝鮮人がですね、100人、120、30人、合わせて250人ぐらい亡くなったんちゃうかと言われてるんですけど、そのこうやられ方がむごたらしいんですね。ものすごくむごたらしいんですね。もう言うにはばかられるんで言いませんけどもですね。でそれでですね、日本がもうこう湧き立つんです。湧き立つというか、もう怒りにこうもう湧き立つわけですね。で洋長なんたらという、要は洋長なんたらしって言ったら、要は品を懲らしめようというみたいなスローガンになって、やがてその次の上海事件に結びついていきます。上海事件というのは何かと言いますとですね、あの上海に当然日本人が漁さん住んでたんですけども、その上海の日本人区をですね、中国の国民党軍が囲ってですね、要は攻撃してくるんですよ。一般市民ですよ。一般市民に対して攻撃をしてくるんですね。でこれに対してですね、と思って、まあまあ、まさか一般人に攻撃してくると思わないでしょ。その通州も一般人ですよ。一般人に対して、いわゆる中国のですね、あの何と言いますかね、民間部隊みたいなのが起こした虐殺事件なんですけども、その上海はあのあれですね、国民党軍が囲ってですね、こう弾を撃ってくるわけですよ。で当時ですね、そこにですね、もう守るためにですね、沖に軍艦が一隻、駆逐艦みたいなのが止まってまして、そこの水兵さんたちがですね、この銃を担いで慌ててこう救援に駆けつけるわけですね。それが200人ぐらいと言われてますけど、そのですね、200人ぐらいの水兵さんたちがですね、銃を担いでですね、それを囲った何千人ものですね、中国軍相手に戦うわけですよね。でまあ、それで何日間かか戦ってですね、そのうちこうどんどん日本軍も増えてきてですね、やがてこう陸軍もちゃんと来てくれるんですけどですね、まあそこでですね、あの何してくれんねんお前らみたいな話になってですね、一気にですね、日中戦争が拡大していくわけですね。その日本人外交を囲って打ちかけて、じゃあ連中を追いかけて、一月後ぐらいですかね、南京というところ、当時国民党政府になった首都が南京というところなんですけど、まあ、上海からどうでしょう、2、300キロぐらい内陸ですね、に入城して、そこで例のあの南京事件が起こったのか起こらへんとかいう話になるんですけど、まあ、あのその一連の流れというのはですね、私から見るとですね、常に中国が何かを仕掛けてですね、
それに日本人が怒ってですね、まあ仕掛けに乗ったみたいな形になってる感じが多いですね。まあ、当時日本人は中国に行ってエバってたみたいですからですね、この野郎と思ってる人が行さんいたのかもしれませんけどね。まあとりあえずそんな感じでですね、どんどんこう日中戦争みたいなことが拡大していくわけなんですね。もうお互い宣戦布告してないんでですね、戦争ではないわけですね。まあそのままずっとですね、1945年まで続くわけですけども、始まったのは1937年の盧溝橋事件というふうに言われてますから、およそですね8年かかるわけですね。まあその間日本軍が負けるということはほとんどなくてですね、もう連戦連勝というか戦えば必ず勝つというのは日本軍で、まあ小さな戦いではね、こう不意打ちを受けてこうやられたとかってありますけども、きちんとした軍隊同士の戦いで負けたということはほとんどないです。まあそれの一つのきっかけは通襲事件で、たまさかですね、このあれで見つけてしまいました、その大紀元でですね。でちょっと読んでですね、ああ悲惨です、これちょっと晴れは悲惨すぎて晴れませんねなんで前自身も貼っておきますけど、私が覚えてるのはね、その酒井三郎さんという人がですね、ゼロ戦ファイターなんですね。ゼロファイター、いわゆるゼロ戦乗りだった人で一番有名な人なんですけど、まあ生き残った中ではね、一番すごいとは言いませんよ、もっとすごい人いたんですけど、大体皆さん亡くなってですね、生き残った中で酒井三郎さんっていう人がまあ一番有名な方で、大空の侍という本を書きになってベストセラーなんですけど、でそこでですね、まあ続大空もあってですね、2つも読んだんですけども、なんで40年以上前かな、読んだ時にですね、記憶が残ってるんですけどもですね、その通襲事件のことをですね聞いてですね、もう怒りに燃えたと、なんやもうしなくんわっていう形でですね、怒りに燃えてそのですね、チョンチン爆撃に向かったみたいなですね、記述があったのを痛烈に覚えています。この通襲事件と災難事件とあるんですけどね、同じような感じで日本の民間人がこう虐殺されたという事件があって、まあどっちもよう分かりませんよう分かりません、実態はね、日本側の記憶はでもありますよ、だからそのウィキペディアもありますし、まあ見ていただければいいんですけど、日本がね負けたんでね、日本悪いことばかりしたというふうになってますけども、実はですね、日本もそれなりにやられてるんですよ、それなりにやられてます。だから勝てば官軍なんでね、負ければ俗軍でですね、日本は敗戦国なんでですね、あんまり主張はできませんけども、実はいろいろなことがあってですね、あの時のですね流れを見ていると、まあね、日本としてはこうなったんだろうなという気がしますね。で日本が中国とそうやってですね戦争しているのをですね、アメリカは気に食わんと思って見ていたわけですね。でお前らっつって中国から引き上げろということを言うてですね、あんたが口出すことちゃうやろと思うんですけど、それで結局ですね、WW2 になってしまったんですね。そういったいきさつはございます。はい、ということで一応ね、毎日新聞の方でですね、憎しみの連鎖を立てるのか、日本人虐殺通襲事件をどう見るというような記事がありますね。ここを一応貼っておきますね。はい、大紀元の方にもあります。大紀元の方はですね、かなりえげつない中身です。なぜ日本人を虐殺、通襲事件の裏に中国共産党の暗躍ということで、まあこれ盧溝橋もそうですけど、ね、劉少奇というやつがですね暗躍してたんちゃうかという、かなり、エビデンスを示してのですね、記述でございますけど、ちょっとこれ危ないんで載せませんね。毎日新聞の方を載せておきます。興味ある方は大紀元でですね探してください。すぐに見つかると思います。なぜ日本人を虐殺というタイトルでございます。はい、皆さんどうもありがとうございました。